久保さん、今回、燃費の燃費の年にしましょうか。まあ、以前の車ね、燃費リッター4キロぐらいで、燃費悪いっすね、みたいな。今、今、昔と違ってね、なんか30キロぐらい走る車もあるし、電気自動車もあるし、今の時代に比べると、リッター4キロ、非合理ですよね <laughs>。合理的じゃないんですよね、エコじゃないし。だけど、 良かったですねだ結局どこを切り取るかで全てが変わって、まあ、車も無機質な機械じゃないですか。でもなんだろうな愛車って言われてますけど愛情を持ってその車を見るのか愛情を持って車を見ないただの移動手段として車を見るのか愛車として見るのかによって同じ鉄く,鉄くずというかね鉄の物体なんだけど鉄の物体でも 愛が出てくるしただの鉄くずみもなるし <laughs> ま,あまあ結局受け取り方が全てってことですよねうんな何だろうななんか別にその意味がないことも意味が出てくるだろうし意味がないことをやっちゃいけないのかっていうところもあるし意味があったことをやった方がいいだろうしまあ時と場合ですよねうんだけどそのマーケティングメッセージとしては A か B かどっちがいいですかが一番そのさ分かりやすいし刺さるんですよ。いや、こっちでしょ。いや、こっちでしょ。だから、賃貸か、賃貸かなんだこれ多分一生のこの題材ですよね。賃貸か持ち家か。別にどっちもええやんと。でも、こっちがいいよ。なぜならば。っていうところが、やっぱトークとしては面白いし、なんでそっちの方がいいのかなみたいになるわけじゃないですか。 だからこれはトークの一つの、うん、テクニックであって、別に賃貸でも一軒家でもどっちでもいいやん、ね。自分が住みたいとこ住めばええやんと。結論。住みたいとこ住めばええやんと。買いたいんだったら買えばええやんと。ね。きっと買いたいんだったら買えばええやんっていう。それ,それだけじゃないですか。欲しいものがあるんだったら頑張って手に入れる。終了ですよ。他人にね、そのフィギュアが必要ねえじゃねえか。いや、俺は欲しいんだと。お前には必要なくても、俺はこのフィギュアがね、欲しいんだ。 いいじゃないですか。それでい,いってらっしゃい。